琵琶湖源流の里高島市より、高島大好き仁賀貞雄が空から町から水辺から高島の魅力をお伝えします。はい、皆さんこんにちは、仁賀です。だいぶ暖かくなってきましたね。高島市の南の玄関口にある白髭神社から北方向に400メートルほど行くと、古の街道西近江路と掘られた石碑があります。今日はその横の道を登ってみます。この坂を登ったところには花崗岩で作られた33体の阿弥陀如来坐像の石仏群、宇川48体石仏があります。この石仏群は近江八幡市の観音寺城の城主で近江守護を務めた六角義方が、今から465年ほど前の天文22年に亡き母の供養のために建立したとされ、観音寺城のある古塔からこの古生の宇川の地を阿弥陀如来の住む西方浄土に見立てたのではないかと考えられています。なお当初48体あった石仏のうち13体は大津市坂本に運ばれ、徳川家康の供養塔があることで知られる慈元堂の境内に移されています。また2体は盗難にあって、現在33体の阿弥陀如来像がこの地に静かに佇んでおられます。なお最近の研究では六角義方の時代よりももう少し古いのではないかという説も浮かんでいるようですが、これら33体の石仏は自分たちの成り立ちについて現代の我々に対して何も語ってはくれません。琵琶湖源流の里高島市より、次回もお楽しみに。